どうも、始まりました。今回の動画はこちらです。雪見大福ではないですよ。これは新型のラウドステップです。ラウドステップって何っていう方は、以前僕はラウドステップについて動画を撮ってますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらをご覧いただけたらなと思います。ラウドステップについて簡単に説明すると、キックペダルのフットボードにこう取り付けまして、そうすることによって音質と音圧が格段にアップし、さらには足が動かしやすくなるというアイテムになっています。それでは新型ラウドステップを詳しく見ていきます。新型ラウドステップとともに初期と中期のラウドステップも並べてみました。これだけ見るともう全然違いますよね。新型だけ見ちゃうともう一体何なのか分かりませんもんね。この進化っぷりはもう最初見た時は衝撃的でした。今までのラウドステップはこの2枚のプレートでフットボードを挟むようにして取り付けていました。新型のラウドステップはなんと磁石になっています。そこで土台をまずセッティングしたら、あとはこうやってくっつけるだけになっています。土台の設置の仕方なんですが、新型ラウドステップを作った方がセッティングの仕方を YouTube の方にアップされています。なので詳しくご覧になりたい方はそちらをご覧ください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。僕がその動画を見た通りにセッティングしてみます。使うものはマスキングテープです。まず最初に土台を設置したい場所を決めます。僕はだいたいここら辺なので、設置する場所を決めたらマスキングテープを貼ります。マスキングテープを貼ったら、次は、ラウドステップの土台を貼り付けます。そして、球体を乗せれば、これでセッティングは完成です。ものの数秒で着脱が可能になりました。以前は、こう挟んでネジを回したりして、もうだいぶ時間かかってたんですけれども、すごく楽ちんですね。ただちょっと気になるところがあって、これプレイ中にこう球体が外れたり、マスキングテープが取れたりしないのかなっていう心配がありまして、ちょっとスタジオに持って行って思いっきり踏んでみたいと思います。結構強めで踏んだんですが、マスキングテープも破けることはなく、球体も設置した場所から全く動いてません。磁石の方がもうこれ強力にこうくっついてますね。これすごいですよ。何の問題もなく、いつも通りのラウドステップで音圧と音質の向上、あとやっぱり足の動かし方がスムーズにいきました。問題ないです。球体がついてる場合とついてない場合の音色の違いを取ってみたいと思います。
んだ感想は取れる感じは全くしなくて安心して踏むことができました。ラウドステップならではの圧倒的な音圧と音色もしっかり健在していて最高でした。概要欄の方に新型ラウドステップの詳細を載せておきます。気になった方はご覧ください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。新型ラウドステップの紹介でした。またのお越しをお待ちしております。それでは。